ユダヤ。アラドが望めるユダヤは、パレスチナ南部の地域。族長、ヤコブの子ユダに由来する。古代イスラエル統一王国の分裂後に、ユダ王国があった。アブラハムは、ユダヤ人たちの父である。今から約5000年前、紀元前3000年前に、アブラハムが、カルデアのウルから出発して、父親の定住したカランを経て、カナンに移住した。アブラハムは、 イシマエルとイサクを産み、イサクはヤコブを産んだ。このヤコブに12人の息子が生まれ、モーセによるエジプト脱出の後、この12部族にそれぞれ土地が与えられた。ユダに与えられた土地が後にユダヤと呼ばれるようになった。厳密には、ベニヤ民族はユダ族に吸収されたため、この2つの部族が支配していた土地がユダヤと呼ばれ、レビ部族は再死職につき、 各部族の中に町を与えられていた。ソロモン王の死後、統一王国は北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂する。北のイスラエル王国はサマリアを首都に、南のユダ王国はエルサレムを首都にした。紀元前721年に北のイスラエル王国がシリアに滅ぼされ、紀元前八十六年には南のユダ王国もシンバビロニアによって滅ぼされ、 支配者階級は、補修として連行された。紀元前539年にシンバビロニアがアケメネス、アサペルシアのキュロス2世によって滅亡すると、ユダヤ人は解放されたため帰還して、再び定住した。紀元前515年に、ゼルバベルの指揮で、エルサレム神殿に代わる、第二神殿の再建を行った。紀元前166年に、ユダマカバイがセレウコスアサ、 シリアに、以後26年にわたる、独立戦争をはじめ、紀元前140年に、ハスモンガサが成立。紀元前37年には、ローマ帝国の支援を受けた、ヘロデ大王の元ヘロデ朝が成立。イエス・キリストの時代には、エルサレム地方とサマリア地方のある、ユダヤ族衆や、別の族衆に含まれたガリラヤ地方が、すべて、ローマ帝国の支配下であった。また、 ガリラヤは、違法人のガリラヤと呼ばれ、ユダヤからは低く見られていたようである。サマリア人は、イスラエルと他民族との根血であり、ユダヤ人から軽蔑されていた。紀元70年のエルサレム行為戦で、ローマ帝国軍に滅ぼされ、ユダヤ人は、中東世界に離散した、ユダヤ的なものを一掃しようとした、ローマ人は、この土地を、ユダの地ではなく、 ユダヤ人の宿敵ペリシテ人にちなんでパレスチナという名前をつけたためユダヤという地名は消滅した。1948年に建国した新国家はイスラエル国と命名された。聖書の創世記にはユダヤ人の先祖アブラハムの森や山での試練などが記載されている。バリー・ジェイバイツェル・ザ・ムーディ・アトラス・オブ・バイブル・ランズ。 ISBN 0から802404から38から3ありがとうございます。